方領土返還運動を盛り上げるために制定された北方領土の日、2月7日東京をはじめ全国各地で北方領土の日を記念した集会が開かれた。挨拶する鈴木首相。戦後35年を経た今日、祖国復帰が実現していないことは、日ソ非和友好関係の促進のために誠に遺憾なことであります。北方海域に浮かぶ日本の島々、歯舞、色丹、国後、択捉、北方四島は我が国固有の領土である。それを明確にしたのは、今から126年前の静岡県下田で締結された日露通行条約であった。下田の集会では、ロシア全権プチャーチンと幕府の間で平和に決められたと当時の姿で再現。下田伏線寺において始まりました。今より後、日本国とロシア国との境、択捉島とウルップ島との間にあるべし。択捉全島は日本領に属し、ウルップ島全島、それより北の方、フリル諸島はロシアに属す。択捉島等に至りては、日本国とロシア国の間において、海を分かたず、これまでしきたりの通りたるべし。歴史の原点に立ち返り、日ソ両国がお互いに信頼関係を樹立した上で、今後の返還要求運動を盛り上げていきたいものである。